ホーム画面を切り替える方法をご説明します。標準ホームは、アプリやウィジェットを標準的なレイアウトで表示します。スマートフォンから機種変更された方へ推奨します。エントリーホームは、シンプルな待ち受け画面と、よく使うアプリを分かりやすく配置します。au 携帯から機種変更された方に推奨します。簡単メニューは、大きな文字と押しやすいボタンで表示します。大画面表示で操作したい方に推奨します。au ベーシックホームは、スマートフォンでよく使うアプリがワンタッチで利用できるホーム画面です。初めて Android を使用するシンプル思考の方に推奨します。標準ホームからエントリーホーム画面に切り替える方法をご説明します。ホーム画面からホーム切り替えをタップします。エントリーホームを選択し、OK をタップします。これで切り替え完了です。続いて、エントリーホームから初期設定時のホーム画面に戻す方法をご説明します。ホーム画面からメニュー、設定をタップします。画面最下部のその他の設定をタップします。ホーム切り替えをタップします。標準ホームを選択し OK をタップします。これで切り替え完了です。